一日を撮っていこうと思います。お、雨止んでるやんか。めっちゃいいやんか。雨もいい感じに止んでてさ、今日は朝から結構遠いところなんやけど、リピートのお客さんで仕事を行かなければいけないんで、雨やったらね結構嫌やなと思ってたんですけど、もう今止んでますからね、すごくラッキーですわ。楽に行けそうです。にしても今の時期ね、湿気がすごくやばいですね、ほんまに。僕ね、髪がすごくくせ毛なんですけど、あの芸人のクリームシチューの上田っていう人が、あの人もテンパで、その人が自分の髪のことをチュルチュルだな、上海焼きそばよりやべえなみたいなこと言ってたけど、あ、その気持ちすげえわかるわ。確かに上海焼きそばよりチュルチュルになってしまうわ、今の時期の髪も。テンパって辛いな、ほんまに。いつも通りの猫の作業着に着替えて、もうさっさと行こうと思います。では仕事に行ってまいりますわ。奥の方ありますよ。はい、そこの奥にね、はい、下げてほしいんですよ。奥に下げる、なるほど、はい、これは熱を遮断する発展なんですよね、はいはい、じゃあちょっとここ取っていいですか。はい、いいですよ、いいですよ。大丈夫ですか、これ。1件目のね、仕事が終了しました。というかね、今日はこの1件だけなんですけど、さっきね、仕事をしている途中にね、電話が鳴ってたんですよ。まあ出れなかったんですけど、今からそれ電話してみようと思います。多分これも仕事なんですよ。ラッキーですね、本当に。はいはい、例えば仕事内容で言ったらどういった要件ですか。はい、あー、草むしりですか、なるほど。はい、来週月曜日、ちょっと待ってください。すぐ近くにいるんですよね。ですね、ここは何丁目かな。なので今日はちょっと見に行くだけという形で。わかりました。はい、すぐ行きますね、失礼します。ありがとうございます。なんかね、新しい仕事なんですけど、今ね、僕が急遽電話しているこの場所からすぐ近くの家だったんで、まあ今日仕事しないんですけど、ちょっと挨拶と言いますか、ちらっと見に行くだけですね。なんかね、家の広さがすごい広いところで、そこのね、庭の草むしりをしてほしいって言うんですよ。なんか100坪あるとか言われて、庭の広さがどんなもんかっていうのをやっぱ知っておきたいんですよ。で、本格的に仕事をするのは来週からってみたいな感じですね。始めない。そうなの。何見てね。はい、何かね、全部働きそうな方だなと。感じました。ありがとうございます。しっかりした字で間違いがなく。わかりました。では来週の月曜日。月曜日の。はい、詳しく。じゃあ、今日カレンダーに書いて。わかりました。よろしくお願いします。どうぞ。まあ今の人ね、すごく感じのいいおばあさんでしたね。すぐ近くやったんで、今日は挨拶がてらで行っただけなんですけど、実際ね、結構広い庭で、あそこをね、草刈りするのを来週の月曜日にやるというね、感じでした。まあね、なんとなくね、仕事がちょっとずつ増えてきました。今月もね、頑張っていきたいですね。雨ばっかりなんですけどね。まあとりあえず残りの時間、昼ご飯まではちょっとぐらいね、チラシ配りをやろうと思います。今雨降ってませんからね。
りあえずもう昼の12時ぐらいで、もうね、今日は昼から何もないんですけど、明日は夕方からあるみたいな感じで、あ、今日はゆっくりします。でもね、今日の昼から何もないって普通に言ってますけど、今日は月曜日やけどさ、普通月曜日やったらさ、もうちょっと昼からも仕事が欲しいところなんやけどね、昼から仕事がないっていうのがね、当たり前のようにはしたくないんですけど、でもまあ今は当たり前のようにやってますね。しょうがない。まあさ、ちょっとだけチラシ巻いたんやけどさ、もうチラシを配り始めたらすぐに雨が降ってきて、で今帰ってきたら今や雨が止んできてっていうね、どんだけ調子乗って雨なんだ、ほんまに腹立つわ、何もできやんわ。はい、というわけでね、今日の昼飯は唐揚げの天才とかいうよくわからん唐揚げ弁当です。これテリー伊藤なんかな、この辺よくわからんけどさ、あ、でもウーバーイーツやってる時はね、この唐揚げの天才っていう店結構見たな。まあ唐揚げはそんな好きでもないし嫌いでもないしみたいな感じで食っていきます。うまっ、うまいやん。それよりさ、僕の髪の毛はすげえテンパなんやけど、今の時期さ、もう前髪がこうなってくるんやんか。なんでこんな巻いてくるんやろうな、意味わからんねんけど。もうええわ、今に始まったことちゃうし、もう十何年前から持ってることやわ。いつもとね、何の変哲もない晩ご飯ですけど、まあ僕にはこれが一番いいんですよ。でかいな、一玉って。で、焼肉のタレ、もうなくなってんな。さあ、まあいつも通りのご飯ですけどね。まあね、こういうのが一番うまいんですよね、シンプル。いただきます。もう食ったけどね。いや、それにしても、今日ね、仕事の電話かけてきてくれた人は、昨日ね、ちょっと雨の降ってない時間がちょっとだけあったんで、その時にね、もう20枚か30枚ぐらいチラシを配ったんですよ。で、そこの配った家から、今日ね、電話かかってきたんですよ。これ嬉しいな、本当に。だってね、チラシってやっぱ数百枚巻いて、一件電話がかかってくるかっていうぐらいやと思うんですけど、空いてる時間にちょちょっと配っただけのチラシで、電話がかかってきたっていうのはね、非常に嬉しいわ。さあ、ではコメントでも見ていきますわ。僕の最近ね、コメントをね、書いてくれてる人がね、すごく増えたんですよ。嬉しい話ですね、本当に。もうコメントしてくれる人ね、ほんま感謝感謝の大感謝ですよ、本当に。久しぶりにウーバー動画見たいなっていうね、そういうコメントあったんですけど、いや、ウーバーイーツはね、そら便利屋の仕事がね、全くなくなって本当に生活ができやんっていう時になったら、最終手段として Uber Eats はやると思いますけど、今のところはやるつもりないかな。 Uber の配達員はすごくしんどいんですよね。それに前までは電動の自転車借り入れたんですけど、もうそれが今は借り入れなくなって、もう今僕の自転車は電動ではなくて普通の切り替えだけの自転車なんですよ。あれでね、1日 Uber やるのめっちゃしんどいと思うんですよ。まあ明日は夕方からね、個人のお宅への週に1回の定期清掃ですね。明日はそれだけで、明後日は何もなくて、しあさっても何もなくてっていうね、まあちょっと仕事が少なくて不安定な時期なんですけど、まあチラシを巻いていくしかね、やることはないと思うんで、頑張って巻こうと思いますが。ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。それではお疲れ様です。バイバーイ。